歌垣さん、名古屋リーラジチューブ、名古屋でございます。えでございます。名古屋リーでございます。はい、はい、もうね、9月がもうちょいで終わると、うん、はい、もう冬の支度をしないとだね。冬もね、いや冬かな。もう冬、まあ、その前に秋が、いやだから秋って毎年思うんだけど、もうないよね。あ、まあ確かにその過ごしやすい季節って短いよね。まあ、食の秋ではね、うん、感じてるんですけど、はあはあ、やっぱ寒くなって、急に寒くなるとか、うんうんうん、その秋めいた感じはなく、あ、急に、え、なんかちょっと長袖に長、カーディガンに、え、なんかちょっとストール巻かなんか寒いかもみたいな。そうね、確かにね、うん、その朝晩のその気温と昼間の気温でまた違うから、そう、何を着ていいか分かんない。分かんない。だからこそ今の時期って体を壊しやすかったりはするんだけど、私だよ、まあ、壊しましたね。もう壊し済みだけどその表現すごいね、壊し済みっていや本当にね、あのね、うん、冗談抜きで、あまりにも寒かったの朝、うん、あ、だからちょっと厚めのね、はいはい、まあ、ニット、まあ、素材的にはニットなんですけども、うん、パッと見涼しく見えるようなニットを着てったんですが、うんうん、ものすごい昼間暑くなっちゃって、パッとニットが、パッとニット、パッと、うん、パッとミニットね、パッとミニット、パッとミニ、パッとミニット、ミニット、わかんないけど、そうが、うん、でもうさ、汗だくになっちゃってさ、あ、それがまたね、冷えると風邪ひくんだよ。それで、ね、もう周りの人に、うん、なんか今日暑くないですかって言われて、うんうんうん、私の格好を見て言ってんだよねやっぱりって言って、ね、ちょっと今日間違えました服装って言われて、いや朝来る時は涼しかったよね結構って言ったら、うん、うん、結構涼しかった、うん、なのでこのスタイルで来た、うん、でも今は暑い、うん、さあどうするっていう、脱ぐに脱げない、なんでいやそれ1枚で来ちゃったからな、もうそれはもう失敗だね、ただ単にね。そう、でもそう、一日暑い状態で、やっぱ昼間暑いと夕方まで暑いんですよ、うん、ああ、帰りも暑い、ね、もう最悪でしたね。確かにね、汗びっしょり。いやだから本当その脱ぎ着ができる服装っていうのが一番いい、うん、いや難しくてね、だからそれは服ないんすか。ありますけどあの、なごみさんよりは持ってますはっきり言いまして、私はあの、もう着れればいいって感じなんで、もうあれですよ。そうですよ、もう洋服に関してはあのヘビーローテーションですよいやヘビーヘビーローテーションでございますよ今流行りかな、もう昔からちょっとヘビーローテーションって言ったらね、そうそうそう、流行った時にね、まあ、略してヘビロテですよ。ヘビロテまあね、まあ、そんな話はともかくですね今回はね、うん、ウェイブ、あ、まあ、僕が、組んでるフォークデュオウェイブ、わ久しぶり、そう、うん、ね、これでね前回ね、うんうん、終止符をアップしたのね、してたね、それが、うん、まあ反響が良くてですね、うん、で第2弾、そう第2弾でちょっとね、うん、ウェイブの曲を、まあ、紹介したいなと、うん、あ、でまあ、そもそもウェーブってなんじゃいなっていうところなんだけど、そう、ね、まあ、ちょっと軽くね、そう紹介してもらって、うん、軽くじゃあの30分ぐらいで紹介するけどすごい長いな、どんだけプロフィールあるの。いや大変だったんだよ、いろいろ大変なこともあった。もう短く短く短く、まあ、短くね、そうかそうか、うん、ウェーブっていうのは、うん、僕が、うん、デビューシングルを発売したレコード会社があって、うんうん、あ、でそこの先輩後輩の間柄なのね。ああ先輩後輩でできたものなのね。そう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 、で、うん、ウェーブの相方が、うん、武士の武に志す、はい、と書いてたけしっていうのね。ああたけし氏じゃない、たけし氏じゃないわ、たけし氏じゃないわ、たけし氏くん違う、たけし氏さん、その氏を2回言わないたけしさんっていうんだけど、うん、その人がね、なんだっけな、俺がね、そこオーディションで入ったのね。でオーディションを受けに行ったその日に、うん、並行して番組の収録をやってたの、はい、でその番組の中でたけしさんが歌うっていうので、うん、ステージ上でね、うん、こう歌ってた、うん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 、でその時に、うん、なんかよくわかんないけどこの電流が走るというか、あビビビときた、ビビビときましてあなんだこの人はとすごいの、結婚相手のようにあの、ね、いや間違いないかもしれないあのねそれぐらいね、あ、まあ、でも相方になるぐらいだからそうだよね、この人なんか、うん、いやよくわかんないんだけど、うん、その
今まで自分が感じたことがないなんかそのフィーリングを感じるみたいなのがよくわかんないんだけどさ、でそれで、ね、オーディションが終わって、うん、でその休憩中にまあちょこっと会話したぐらいだったのかな、うん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 、でその時に、うん、俺はさださんが好きで、うん、で向こうは谷村新司さんが大好きだったのね。でなぜか、うん、天スバルの話になって、これあの雨宿りとスバルが合体したっていうのは、ね、この日本武道館でやった花王ヘアケアフェスティバルって、もうそのイベントっていうかコンサートでしかこう紹介されなかった、やってないもう幻の曲なんだけど、結構レアな曲を知ってる、なんでそれ知ってんのみたいな話になって、あ、このビビビというラメってそうだったのかとねそこにつながるんだね、分かったんだけど、うん、でそっから自分が そこのレコード会社に所属することになって、うんうん、でで番組を自分が持ったのよ、うん、でそれが全国のふるさとを紹介して歌っていくって番組だったのね、うんうん、でそれのパーソナリティが3人いて、うん、でその3人で進行していく、うん、番組を進行していくっていう、うん、まあ、番組だったんだけど、うんうん、でそこで俺とたけしさんと、うん、でもう一人宮崎の演歌歌手の子で、東かおりさん、当時はね、うん、今も芸名がカバナカオリっていう風に名前が変わってるんだけど、うん、そのカオリさんと3人でやってたんだね、うん、でその収録の、休憩中、うん、合間によくね控室っていうかね、そのね、その会場の入り口のなんか休憩スペースみたいなのがあって、うん、そこで、うん、ジャカ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 弾いて遊んでたの、よく遊んでたんで、それこそもうね中では違う番組のコーナーの収録をやってんのに、はい、明日私は旅に出ます、もうね、あずさ2号からなんだ神田川だなんだの一号白書もう一度だの、もちろんアリスの曲だったりなんかいろいろやってたの。それ話し合うわ。そう。フォークソング好きの。からもう中で収録してるスタッフさんからちょっとうるさいって、それぐらいでかい声で普通に歌って遊んでたんだよね。でいつかなんかなんだろう、なんかこう歌いたいよね、一緒にね、一緒になんかやりたいよねっていう話になってから、でその数年後にウェイブっていうのをまあ結成してっていうか、そのたけしさんがね北千住にその頃いて、うん、でその北千住の商店街のあっちこっちを使ってお祭りでね、うん、ステージが作られたのよ、はい、でそこを回っていくみたいな、そういうお祭りがあって、うんうん、でそれで、じゃあせっかくだからコンビ名も考えないといけないよね、あどうする、そっか、じゃあな、ま、あとなごみの漢字は、わ、ね、平和のわ、うん、和とたけしのたけ、武、武士の武、うん、これを合わせて、うん、ワーブってどうだ、あいやワーブってなんかハブみたいだな、よしウェーブにしよう、これ3秒で決まったっていうねたけしさんがね3秒で決めてくれたっていうね、そのねウェーブって名前、それは何、あの、うん、何なんかいいの、その3秒で決めた名前っていいの、あいいんじゃないかなと思う、いいのか、そう、なんかそれもね多分ね俺ビビビッときたんだ、うん、来たんだと思うんだけどね、淡々と決めてくれる感じでいいね、そう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 、でそれで、うん、ウェイブっていう名前で、うん、そのステージでコスモスとかオリビアを聴きながらとかなんかその歌ったんだよね、でそれで、そっからまあ活動を広げていって、うん、川崎に招待されて川崎のイベントで歌ったりとか、まあ、いろんなところで歌ってきたんだけどさ、うん、まあ、ウェーブ自体はたけしさんがメインボーカル、そうメインボーカルです、なごみさんがギター、ギターとハモリを担当してる、はい、か意外と珍しいと思うの、あそうね確かにね、うん、まあ、やっぱりそのコンビとしてさ、うんうん、ね、今はこう、まあ、ダルセーニョもやってますけど、はいはい、そうダルセーニョもそうだ ね、まあね、うん、伴奏と、まあ、ハモリがメインだからね、メインだね、そうそうそう、なんかそういうほらちょっといつもこう一人で歌ってるメインでずっと歌ってたからさ、うん、そうね、そういうハモリやったり伴奏やったりっていう、うん、またちょっとこう違う自分が出せて、多分そういうこともやりたかったんだろう ね、そうだと思う、うん、ちょうどよかったんだと思う、幅広くそう、ね、なってていいと思います、そうなのよ、うん、じゃあ今日はそのウェーブの中から一曲、はい、うん、ウェーブ、そうですね、うん、とりあえずこの曲を聴いてください、うん、お願いします、you
のコスモスが秋の日の何気ない日だまりに揺れている。この頃涙もろくなった母が庭先で一つ咳をする。縁側でアルバムを開いては私の幼い日の思い出を何度も同じ話繰り返す。独り言みたいに小さな声でこんな小春日和の穏やかな日はあなたの優しさが染みてくる。明日とすぐ私に苦労はしても笑い話に時が変えるよ。心配いらないと笑って。今さらながらわがままな私に唇噛んでいます。明日への荷造りに手を借りてしばらくは楽しめにいたけれど突然涙こぼし元気でと何度も何度も繰り返す母。ありがとうの言葉を噛みしめながら生きています私なりに。こんな小春日和の穏やかな日はもう少しあなたの子供でいさせてください。したのはウェイブが歌っておりました、佐田さんの曲、まあ、これはあの山口百恵さんバージョンでね、歌いましたけれども、コスモスサックスがいやーかっこいいでしょ。かっこいい。ちょっとあのギターで始まると思ったら、そうハファフォフォファフォフォファフォフォファフォってホペポペポペポポペって言ったからポフェってなったけど、なんだどういうリアクションだすごい、ちょっとなんかゾワゾワっとしました。そうかっこいいでしょ。かっこいいじゃないですか。アルトサックスをね吹いてくれてね、アルトだったっけな、サックス吹いてくれてね、かっこいい。でそうよくね、この人にねソプラノサックスで、ペルペンペペンペル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 ペまた似てない似てない、似てないし、もうその顔見られてるのは私どうにかしてくれませんかもう本当にもうまあね、そうやってねこうね、まあいろんな、まあ
歌を歌ってたんだけど、うん、この時は、うん、まあ、サポートで違う楽器が入ったらどうなんだろうっていう、まあ、試みをね、あ、でもすごいやってたりしたんだよね。あの、奥深くなりますね、やっぱり。まあね、楽器がね1個入るだけでそうなんだけどね、うん、いや、だから私はもう、まあ、いつもね、なごみさんギターなので、うんうんうん、ギターとのギターのみだと思ってたから、もうデッキ椅子だと思ってたんで、はいはいはい、まあ、基本的には、まあ、うん、ウェイブはギター1本と、うん、そうだよね、うん、ハモリとメインボーカルっていうスタイルなんだけど、そうだよね、まあ、そうやってねレコーディングする時っていうのは、まあ、僕がギターは重ね撮りしたりしてね、あ、まあ、音圧を上げていくっていうところはあるんだけど、だ、ね、うん、まあ、今回はね、うん、まあ、サックスが入ったバージョンを聞いてもらったんだけど、うんうんうん、あ、でもいいです、とても、ありがとうございます。もうね、ウェーブといったらコスモスっていうぐらい、うんうん、もう必ずイベントでは歌った。そうなんだ、また今のいいじゃないですか、時期的にもね、うん、いっぱいコスモス咲いてるし、確かに綺麗にね咲いてるから、本当だわ、いいです、時期的にぴったりでした。はい、まあ、このねウェーブね、うんうん、1個ね、うん、大変なことがあったのよ。それがね、北千住でそのイベントをやったってさっき言ったでしょ、うん、北千住でイベントやった時にね、うん、なんかね、パフォーマンス集団みたいなのがいて、うん、でそのパフォーマンス集団の一人がイベントをやりますと、で、はい、そこにウェーブさん出てくれませんか、お、で場所は浅草です、お、で浅草ロックスなんだけど、のステージで歌ってほしいと。へえ、すごい。そう、ウェーブのコーナーを作るからぜひ歌ってくれないかっていうので、うんうん、仕事の依頼だったから、すごい、あ、分かりました、行きますよ、うん、って言って、でまたその契約内容っていうかね、詳細っていうのはまた後日、うん、その、うん、まずイベントの主催者の方から行きますみたいな、まあ、そんな感じだったの、うん、で、そのねイベントを主催するグループの、まあ、メンバーから、うん、まあ、声がかかったって感じだったんだけどね、でその、なんだグループがね、もう名前忘れちゃったんだけど、うんうんうん、アルファベット3文字だったのよ、なんかその AKB みたいなさ、いやいや、そういう感じのさ、それ言っちゃうとちょっとダメだからなんかね、あの、違うからね、違うよ、なんかそんなね、うんうんうん、なんだっけな、USD、 いや違う、ね、そんな感じのね名前だった、まあ仮に USA としましょうか、いや仮もダメ、あ、そう、仮でも言っちゃダメだ、それ、ダメだ、あ、そう、全然関係ないからね、そう、でね、そこからね、うん、たけしさんの方にね、うん、こう話が行って、うん、でそれでまあ契約書みたいなのがあったんです、契約を交わしたの、そう、でも、ね、ちょっと怖いな契約書、うん、でそれがイベントが、当然ギャラも発生したんだけど、そうだよ、ね、でもそれ以上に、うん、なんかねノルマみたいなのがあったの、そのチケットのノルマみたいなのが、それウェーブさんにも、そう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 、あって、それはちょっと、それは契約書に書いてあったわけ、それがね契約書に書いて、うん、書いてなかったんだよね、そう、相棒が言うには契約書に書いてなかった、うんうん、で そうやってその金銭がちゃんと発生するものであるんだったら、うんうんうん、シラフで、うん、こう契約を貸したかったんだけど、たけしさん飲んでないと、うん、でも向こうは飲んでたらしいのよ、で、まあ、そういうのもあったんだけどね、うん、で、ね、実際ねそのイベントが終わりました、うん、ステージが終わったら、うん、じゃあウェブさんこれでって言って、うん、20、30万だから請求が来たの、ちょっと待って、え、これでってあのギャラじゃなくて、いやちょっと待ってよと、ギャラじゃなくて請求書が来たの、当然、いやちょっと待ってよっていう風になるでしょ、おかしい、怖い、いやそれがね、いやたけしはすごいなと、うん、うちの相棒はすごいなと、たけしはですね、はい、法学部出身なんでございます、素晴らしい、なのでね、その主催者の方にね、あ、出るとこ出ますよと、もう強気です、帰ります、すごい、帰ってきまして心強い、いやいやいや、こうだったでしょ、でしょ、だったでしょってのも事細かにですね、もう指摘をしまして、うわ、すっごい、はい、いや、これは心強いなと、いや、
そんなたけしさんの歌声、はい、もう一回戻して聞いてみようじゃん、もう一回、ぜひもう一回聞いていただきたい音楽部を出ているたけしさんの、ね、そうですね、歌声をね、なので私はもうそのね、うん、浅草で歌ったうんぬんというよりは、うん、出るとこ出ますよ、それだけでね私はもう心がいっぱいでございますそんなね、すごい相方、まあ、だからさ、そうやってさ結構ね、まあ、女性のボーカルミュージシャンが、まあさ、応援してくれるのは嬉しいんだけど、ちょっとなんか変わったお客さんとかファンの人がつくって言ったら、それはそれでまた面倒くさくなったりするわけよ、その男女の関係をとかさ、そういう風になってくんだよね。でミュージシャンってやっぱそういうのって結構隣り合わせっていうところもあるからね、まあ、なかなかね、その時は自分だけだったらどうしてたんだろうっていうね。もうなごめさん絶対ね、はい、え、あ、請求書ですか、あ、これど、あれどういうことでって言って、こうこうこうでこうだから、ああじゃあ一旦持ち帰りますみたいな感じでなんかそんな出るとこ出ますなんて言えなそうだもんね。そうね、その頃はまだ強気に出れなかった時代だったかな、ね、今強気なん？今強気ですよ。あら、今強気ですよ、本当にもう、まあね、もうウェーブぜひ呼んでいただきたいね、イベントがありましたらぜひ読んでいただきたいというふうに思います。そうですね、まあ、なごみさんは、まあ、ソロとしてもやってますし、まあ、男性にもやってますし、はい、ますし、あとウェーブもやってますから、はい、まあ、あの全部このね歌声喫茶名残の方で、まあ、紹介はね3人ともねしてますから、はい、3人とも3グループとも ね、やってますから、ぜひぜひ、あのまた聞いたことない人は聞いてみていただければなと思います。そう、ねうん、だからまたねこうやってダルセーニョの曲だったり、うん、 そうね、それからウェーブの曲だったりっていうのをちょっとこう、ちょっと挟んでね、いきましょう、紹介していきたいなというふうに思います、はい、それからね、はい、エピソードなんかも、うん、もうほんとね山ほどあるからだろうね、たくさんあるからだろうね、まあそういうのをね、うん、ぜひ聞いていただきたいなというふうに思います、はい、まあこんな感じでね、うん、ウェーブ、それから僕はソロで、うん、それからダルセンガで、うん、まあ、やっておりますけどもね、うん、まあまあまあそんなこんなでね、うん、なんだろうな、なんか歌ってやっぱり楽しいなというふうにつくづく思います、うん、普段ねなかなか歌うことが今少なくなっちゃってる状態だけどさ、まあね、徐々にイベントも、まあ、再開していって、うん、普段通りの生活に戻ってくるんであればね、またね、ステージで歌いたいなというふうに思っておりますんで、はい、その時はぜひ足を運んでいただきたいなと思います、はい、ぜひお願いします。まあね、寒くなってきてるんで、はい、エリさんは引き続き体に気をつけて、はい、私は喉に気をつけて、はい、頑張っていきましょう頑張っていきましょうと、はい、というところになりますので、はい、聞いてらっしゃるリスナーの方も、うん、ぜひ肩に気をつけてください、はい、はい、ということで歌声喫茶名古屋ラジチューブ、また次回、また来週ね、おやすみなさい、寝るなー。